はい、皆さんこんにちは。 iPad やパソコンの先生の仕事をしている辰徳です。今日この動画ではですね、 iPhone や iPad を使って紙に書かれた文字をですね、一瞬でデジタル化、データ化する方法を紹介していきたいと思います。それでは早速ですが、内容に移っていきたいと思います。はい、それでですね、今回紙に書かれた文字をですね、データ化、デジタル化するにあたってですね、アプリを使います。で、そのアプリがですね、このマイクロソフトのレンズ PDF スキャナーというアプリになります。なので iPad や iPhone で使う場合にはですね、 App Store のアプリからこのマイクロソフトレンズ PDF スキャナーっていうのをですね、検索していただいてインストールしてください。で、まあ、ここにまあそのもう概略が書いてあるんですけども、高品質のスキャンでより効率的に手書きを変換しますなんていうのも書いてありますし、画像を表に変換なんていうこともできるというところで、インストールするとですね、こんな感じで iPad の方に表示されますといった感じです。早速ですけども、まあ、アプリを開いていきたいと思います。でですね、このレンズのアプリ無料で使うことができるので、そので、まあ、お金がかからないというところも嬉しい点かなというところです。でアプリを開くと、まあ、このような画面が出ます。でこの状態でですね、まあ、どのように実際に文字を読み込んでいくかという話なんですけど、この右の方にですね、処理とかドキュメントとかホワイトボードとかいろいろありまして、その中のですね、処理というのをタップします。でタップすると、認識されたテキストをキャプチャして抽出するという文言がですね、この部分に表示されています。それでまあ実際にやってみましょう。こんな感じでですね、紙の書類に書かれた文字を一瞬でデジタル化というのをですね、表示した状態でこのなんか四角に線が書かれたマークを押します。するとこんな感じで写真が撮られます。で写真が撮られまして、ですね、このどの部分の文字をデジタル化するかっていうのを選択しますというところで、その範囲を選択します。この部分ですよっていうところを選択しまして、画面右下のですね、確認というところをタップします。するとデータの抽出中というのが出まして、このですね、紙の書類に書かれた文字を一瞬でデジタル化っていうのと 13km やってるのがですね、このような形で一瞬でデジタル化されましたというところで、これ全てを選択、コピーとします。で、コピーした後にですね、例えばですけども、隣にメモ帳を開いてですね、その部分にペーストってやってやると、紙から読み取った文字を一瞬でデジタルデータの方に移行することができます。で、今やったのがですね、日本語だったんですけれども、日本語以外の言語を選択することもできます。で、ここの部分に日本語って出てるので、例えば英語をやりたい場合には、これ英語っていうのを選択してですね、その上で文章を用意しまして、もう一回撮影しますと。でその範囲を選択してやって、これで確認というのをもう一回タップします。で If today were the last day of my life, I want to do what I am about to do today というところで、まあ、英語の方もですね、完全にこう読み取れてることが確認できるかと思います。で今回英語を選択した関係でですね、このスティーブ・ジョブズっていうですね、カタカナがまあ正確に読み取れてないというところです。まあ、なのでその日本語と英語を今同時に読み取るのは難しいので、それぞれ分けて読み取ると良いかなというところです。で今回今やったのが、まあ、パソコンで書いた文章をこう印刷して読み込ませた感じです。で今回まあ手書きの文字がいけるかっていうのも一応試してみたいと思います。というところで手書きの文字を写したやつを写します。で範囲を選択して確認をタップします。果たしてどうでしょうか。手書きの文字にも対応と、まあ漢字とひらがな混じりで書いたんですけども、脳は読み取れてて、まあ、この辺りはまあ確かに汚い字といえば汚い字なので、これが G に読み取られた感じですかね、とかっていう感じですね。ちょっと正確性の欠ける読み取りとなってます。でもその下の行ですね、あーはちょっと切れてしまってるんですけど、 EUAO は読み取れてるというところでですね、まあ、手書きの文字も綺麗に丁寧に書ければ、まあ、読み取ってくれると思います。それでですね、さっきまでは割と短文だったので、少ない文字を読み込ませて、まあ、実際にできるかどうかっていうのを試しましたというところで、今度はその長い文章、量の多い文章も正確にちょっと読み取れるかっていうのをですね、試してみたいと思います。それでですね、このパナソニックの
バリカンの説明書を使ってみたいと思います。でそのバリカンの説明書の最後のところにですね、無料の修理規定っていうので割と長めの文章が表示されているので、これをですね読み込んでみたいと思います。で今回もちょっとその読み取りの範囲を指定してあります。でこれだけのまあ大量に文章が書かれたものを正確にデジタル化できるかというのを試してみたいと思います。で確認をタップします。文字量が多いですけど、データの抽出にかかった時間的にはそんな変わってないですね。小さい2がちょっと0になってたりしますけれども、使用状態で保管期間内に故障した場合にはがなんかぐちゃぐちゃですけど無料修理させていただきますと、まあ、完全に正確かっていうと、まあ、欠けてる部分とか誤字になってる部分が多々ありますけど、これぐらいであれば1から自分で打ち込むよりはこれで読み取ってですね、怪しい部分を手で打ち替えるみたいな方が、まあ、速度は出るという点で、この OCR のですね文字の読み取るアプリ、マイクロソフトのレンズのアプリを使う価値はあるのかなと思います。でこれで例えばコピーして、まあ、先ほどまでと同様にですねペーストして貼り付けると、で必要なとこだけやっぱ修正するみたいなことができると、まあ、スピード感を持って仕事とかで使えるかなというところですね。はい、といった感じですね。以上が今回の動画の内容となります。それでですね、このチャンネル内では今回紹介したような内容以外にも紙の書類をですね一瞬で iPhone や iPad を使って PDF 化する方法だったりとか、他にもですねパソコンと iPhone や iPad のデータを簡単にやり取りする方法などを紹介した動画をアップロードしてますので、気になる方はそちらの動画もぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。